こんばんは、半藤です。ソーサリアン、全シナリオをクリアしたい、という企画をやっております。今晩は、追加シナリオからアマゾンの剣って読むのかな、追加シナリオのレベル5のねシナリオをやっていきます。今日は前回の最後の方に言ったかもしれないんですけども、いくらか魔法をちょっとね、整理してきました。で、ユーティリティ使って何の魔法がかかってるのかをちょっと全部じゃないんだけど、まあ、ある程度わかりやすくしておきました。それといくつか魔法を作ったりとかね、してあります。さてと、じゃあやりますか。はい、じゃあね、事前にちょっと今調べたら、3人パーティーのシナリオみたいなんですよ。なので、3人でパーティーを編成します。パリンにね、実は強力な魔法を覚えさせておいたんだけど、ちょっとお披露目できなくて残念ですね。まあそれはじゃあ次回以降ということで、アマゾンの剣。女だけの街、バネルバの使者がペンタワーへやってきた。王が行方不明になり、魔物が街を荒らしているというのだ。おー。早速何人かのソーサリアンが、バネルバへと旅立っていった。何人かのソーサリアンってことは、先輩ソーサリアンとかがもうすでに行ってるってことなのかな。さあ、じゃあ始めていきましょう。この曲ですか。このヒールが分かりやすくなったのと、あと毒消し用のリングを、作ってあります。それからライオスには、薬草で毒消しを持たせて、いらない武器を、処分しました。戦士はちょっとね、今回は時間が足りなくて何もいじってないです。ちょっとじゃあアドトゥーライフで、あ、間違った。木の杖はね、いつも使ってるディグニードルですね。女王陛下のおなりです。勇者殿、奥の方へお進みください。なんだなんだ。よくぞこのバネルバを訪れてくれた。フェンタウアの勇者よ。そなたが来るのを首を長くして待っておったぞ。あ、ってことは他のソーサリアン来てないのかな。私はこの町の女王、アネリーナじゃ。町の女王なの、国じゃなくて。すでにそなたはこの城に来る途中、悪しき魔物どもが町のあちこちに溢れ返っているのを見てきたことと思う。魔物どもを封じ込めていた南の神殿の結界が破れたのだ。別にそなたに魔物を退治してもらおうと思ってここへ呼んだわけではない。そなたをここに呼んだのは、我が夫、タルフ王を探してもらうがためなのだ。魔物が現れたその日から、我が王は姿をくらませておるのだ。おかげで結界を破ったのは王ではないかと、などという、フェイナーやからまで現れる始末じゃ。ペンタウアの勇者よ。王の潔白を証明するためにも、一刻も早く王を見つけ出してもらいたい。礼は十分に取らせるつもりじゃ。返答はいかに。ああ、はい、やります。おお、引き受けてくれるというか、それはありがたい。まあね。遠路はるばる、こんなところまでやってきましたからね。手ぶらじゃ帰れませんよ。我が王の額には二つのほくろがついている。それを手がかりにするとよい。二つのほくろか。部屋の外にこの絵隊長のジョアンナが控えておる。まずはこの城の中をその者に案内してもらうがよい。私はこれから町に赴き、戦況を見てまいる。ではまた後ほど、この部屋で会おうぞ。なるほど。ん？ああ。はじめまして、勇者様。私がこの絵隊長のジョアンナです。以後どうぞごひ、お見知りおきを。あー、これついてくるんだ。戦いの剣、戦士の鎧。
トマホンは使えないね。ここのシナリオもすごいね、ドット絵が。この壁とか、この柱の書き込みを追ったらないよ。なんかね、二重スクロールすればもうなんか、E3 みたいだ。ちょっとわかりにくいな。なんか迷宮組曲みたいだね。ここは、お茶の時間などによく使われるテラスです。ほれ、そなた、いかがした？顔色が悪いぞ。あ、ジョアンナ様。お掃除をしていたら、ネズミが出たんです。私、自慢じゃありませんけど、ネズミには弱いんです。でも、もう大丈夫です。ご迷惑をおかけしてしまってすみませんでした。さあ、早く出て行ってくださいな。まだお掃除が済んでいないんですから。かなりどもりのひどい人でしたね。俺もどもってるけど。ここは図書室です。この本棚には町や農民に関するものが収められている。この本棚には主に王族や城に関するものが収められている。なるほど。そんな難しくないか。ちっちゃな階段がついてるやつは上に登る階段ってことだったんだね。ここは私どもの近衛兵隊の部屋です。奥にいるのは私の副官のレニッサ。ジョアンナ隊長、ちょっとお話ししたいことがあるのですが。勇者殿に城の中を一通りご案内してから戻る。それまで待っておれ。早く王様が見つかるといいですね。頑張ってください。姫様、ジョアンナです。ペンタワーからおいでになった勇者様をお連れしました。どうぞ入っていいわよ。こんにちは勇者様。ようこそバネルバへ。私の名前はリオナ。ご一緒にお茶でもと思ったのだけど、あなたは今それどころではないようね。本当にお父様ったらどこに行ってしまわれたのかしら。お父様を早く見つけてちょうだいね。何かね、手がかりが今のところないですからね。ここは執務室。いつもならこの机には王が腰掛け書類の整理をしているのですが。え？机も椅子も見当たらんが。棚には農作物の取れ具合などを記した書類が入っている。ああ、王様はそういうことも管理していらっしゃるんですか。戦略や帝王学などの本が棚にぎっしり詰められている。ここは女王と王の寝室です。おう、こんなとこまで入ってきちゃっていいのかな。地下もあるんだ。ここは台所。奥の者は鎧を着ていますが、れっきとしたコックです。へえ、そうなんだ。この格好で料理作るの？俺はジョアンナ様。このようなむさ苦しいところへ何か？いや、ただこの城の中をこのペンタワーの勇者殿に案内しておるのだ。何か変わったことは？これといってありませんが、ただいくら、臨戦態勢だからといって、鎧を着たまま料理を作るのはごめん、こむりたいですね。王様が早く見つかるといいですね。ネズミ？ネズミですか？ああ、そういえば。
一匹だけ隣の焼却炉の方へ逃げていきましたか。ここは焼却炉です。なんかすごい存在感がありますね。背景が真っ黒だから。焼却炉の中にキラリと光るものがある。よく見てみるとそれは一つの指輪だった。おお。しかしなぜこんなところに王の指輪が。焼却炉の中を覗いてみたが、そこにあるのはゴミの燃えかすだけだった。地下に焼却炉があるってのすごいな。そのネズミが魔法でなんか呪いかけられた王様みたいな、そういう流れなのかな。ここは王族の身の回りを世話する侍女たちの部屋です。これはジョアンナ様、ちょうど良い時に来てくださいました。リオナ姫様のことでちょっとお耳に入れたいことがあるのです。姫様から口止めされていたのですが、このところ姫様のお体が日に日にやすれていっているのです。何か悪いものにでも取り憑かれたのではないかと。わかった、後でお部屋を訪ねてみる。頑張ってくださいね。頑張ってくださいねって言ってたね。世代的にね、ちょっとメゾインを思い出しちゃうんですよね。今しがた女王様が町からお戻りになりました。謁見の前へお急ぎください。女王様がお呼びです。あらら、早いね。すごいなんか立体的なマップですね。おお、勇者よ。城の中はいかがであった。王のいる気配はどうかないと見たか。一体あの人はどこにおられるのか。さて勇者よ、このまま王の探索を続けていける自信はあるか。はい。うん、良い返事じゃ。そなたが城の中を見ている間、町の半分は我が軍勢が取り戻した。南側の商店街も覗く町の中ならどこへでも見回りができる。ジョアンナを伴って町を見てくるもよし、城の中をもう一度見てくるもよし。さあ行って王の探索を続けるがよい。おお、それは、私と王が婚礼の時に交わした指輪ではないか。焼却炉で見つけた？なぜそのようなところに。渡しちゃったのかな？渡してはいないのか。あれ？いなくなってる？あれ？あ、いいのか。上から見ていきましょうか。え、侍女が私の身を案じていた？もうあれほど言っちゃダメって言っておいたのに。でもバレたんじゃ仕方ないわね。そう、お父様がいなくなってからだわ。私毎晩悪夢見るようになったの。黒くて得体の知れないものが体にまとわりついてこうつぶやくの。お前は滅んでしまうべきなのだ。でね、それからというもの、熟睡はできない、食欲はなくなるで、もう散々。今はまだいいけど、このままこの生活が続いたら本当に死んじゃうわ。やはりなんか呪いですかね、こりゃ。あれ？まだ終わってないの？
し、じゃあ、お城、ここはまだお城の外じゃないのかな？お、ラベンダー。ここは城の警備にあたる兵士たちが寝泊まりするところです。おや、これはお珍しい。ジョアンナ様。このようなむさ苦しいところへいかようなご用件かな？ジェニス、守備隊長。こちらペンタウアからやってきた勇者殿です。ああ、王の探索のために呼んだとか言う。まあ、せいぜい頑張ることだね。まあ、こんなもんでしょうね、きっとね。おお。先ほど部下に部屋へ来るように言われたので私はここであなたの健闘を祈っております。おお。こっちは城下町ってことですね。わあ、広いな。おお、マジか。あ、あ、落ちたかと思った。びっくりした。ここは武器や鎧を取り扱っている店のようだ。店の奥で、ここの主人が不機嫌面をして立っている。町の門が全て閉ざされてからというもの、品が入らなくなってね。あれ、あんたの持っているその指輪。確かこの前、牢屋に連れて行かれた乞食の老婆がはめていたよ。おじきの老婆。うわーす。こういうマップはなんだか記憶にないですね。ここは魔法使いの家。家の奥で魔法使いが薬を調合している。これはお城へ呼ばれたペンタウアの勇者殿。何かご用かな？ほほう。姫が悪夢にうなされているとな。この粉を姫に振りまいてやりなされ。姫に取り付こうとしている悪魔を払ってくれるであろう。おお、ありがとう。今回の一連の事件は同一人物。それも王族に恨みを持っている者の仕業ではないかと思っておるんじゃ。おお、鋭いっすね。まさか殺されるんじゃねえだろうな、この人も。よし、じゃあ、粉をもらったんで、お姫様に届けに行こうか。あれ？リオナ姫、お部屋に入ってもよろしいですか？ペンタウアの勇者様ね、どうぞお入りになって。あら、勇者様、私に何かご用？魔除けの粉をリオナの体に振りかけた。何かしら、体中にしがみついていたしがらみが消えてしまったような。まあ、魔除けの粉をかけてくれたのね。ちゃんとさ、断ってからやんなよ。この粉はね、悪魔払いや呪いをかけられたものを元に戻す力を備えてもん備え持っているって話よ。あジョアンナ隊長もちょっと気になるんですけど、まずは我々だけでね、行けるところをちょっと全部一通り回ってみようかなと思います。ここは病院、傷ついた兵士がいる。
まったく今回は災難だったよ。怪我をするわ。ここの飯はまずいわ。なるほど。ここは割れた酒瓶が散らばっているところを見ると酒場のようだ。なかなか可愛らしいな。もうモンスターたちに店を荒らされちゃって、あ、もうモンスターたちに店を荒らされちゃって商売上がったりだわ。ちょっとなんかバリスの主人公の子みたいだな。ここから先は立ち入り禁止区域となっています。何人も通すことはできません。何人たりとも俺の前は走らせねえ。ここは銀の盾ごとという名前の宿屋。中にはもぬけの殻、中はもぬけの殻になっており、奥の方でここの主人が呆然と立ち尽くしている。ああ、なんてことだろう。せっかくうまく商売が続いていたっていうのに、魔物たちのおかげで何もかもなくなっちまった。おまけに泣けなしの食料はネズミどもに食われちまうし、そのうち牢屋にあるっていうネズミの巣もなんとかしてもらわなきゃね。牢屋にあるっていうネズミの巣。それともまた銀融知人にでもなって旅に出ようかね。え？私の名前かい？私の名前はアンナだよ。それがどうかしたのかい？何ジロジロ見てんのさ。用がないならとっとと出てよ、おいき。あれ？天の神々たちかなんかに出てきた盾ごと引いてるやつ？かな？わかんない。名前忘れちゃった。これ以上左はいけないですね。ここは町の警護に当たっている兵士の住むところだが、中には一人の兵士もなく、商店街から避難してきた人たちがいる。やあ、あんた見ない顔だね。こんな時にこの町へ何の用で来たんだい。へえ、わざわざペンタゴラから王様を探しにね。あたいは交易商人のエヴァン。隣にいるのは宝石店のグリンダ。そのまた隣は食品店のマティナ。みんな魔物どもに追われてここへ避難してきたんだ。しかし魔物を封印していたアマゾンの剣を誰が盗んでいったのかね。それそれ、私も気にかかっていたんだよ。事件のあった夜に王様がいなくなったというのも気にかかるわ。いい加減この町での生活にうんざりしていたんじゃないのかね。この町では男はあの方だけだものね。で、町を守る手土産に剣を盗んだ？し、めったなことを言うものじゃないよ。こんなことをジョアンナ様に聞かれでもしたら牢獄入りだよ。なるほどね。町でたった一人の男性か。まあ、でもね、立場上王様っていうのがあるからね、まあ、なかなか老いたはできないのかな。あのね、町というか、まあ、この国の中にいる女性は全部王様のものとか言ってね、そういう世界観だったらちょっと薄い本を見てみたい気もしないでもないですけどね。ここは牢屋のようだ。奥には番兵が一人立っている。さらにその奥の壁には牢屋の鍵らしきものがかけられている。牢屋には誰も通すな、とのジョアンナ様のご命令なのです。この非常時に脱走されたりなんかしたら困りますからね。そっか。じゃあ、ジョアンナを連れてくるしかないのかな？
なんだって？何でもいいから王を見つけ出す手がかりはないかって？確かに。残念だけど、何もないね。人探しは何と言っても足でするもんだ。いろんな人に話しかけてみることだね。まあね、ソーサリアンはもう基本、そういうゲームですからね。言われるまでもなく。あと、ソーサリアンはね、扉の周りでジャンプしまくるっていうゲームでもありますからね。え？この絵隊長のジョアンナ様についてですか？申し訳ありませんけれど、あの方についてあんまりよく知っていないのです。ただ、農民の出身で5年くらい前に、この城の兵士におなりになったという噂を耳にしたことがありますわ。それが今ではこの衛兵の隊長様なのですから、目覚ましい出世ですわ。なんと、そう聞いてしまうと、なんかね、急にジョアンナが怪しく見えてきてしまいますね。扉に耳を傾けると中からひそひそと話す声が聞こえてくる。しかし何と言っているのかさっぱり聞き取れない。怪しいね。掃除が長いね。なんかね、ジョアンナが実は黒幕とかね、そういう気もしてきちゃいましたね。追われることとなるであろう。探索を続けてほしいが、はい。まあね、いいえってやったら、それはそれで、ゲームオーバーになっちゃいそうで怖いんだよね。とりあえずひそひそ話を聞く、なんていうか、手段をね、探さないと、ですね。2階上がる階段がない。え？なんだって？牢屋の番兵のいなくなるのは何時頃か？教えてやってもいいけど、この代わり一つだけ頼みを聞いておくれ。この通り酒場、この通りに酒場があるんだが、そこのラム酒がこれまたうまいんだ。そいつを持ってきてくれたら教えてやってもいいよ。でも何もないんじゃなかったか？え？お酒が欲しいって？あと一本しか残っていないんだけど。まあいいか。どうせ売れっ子ないだろうし、持って行っていいわよ。おお、ありがとう。ラム酒を渡しました。おお、ありがたい。グビグビ。ああ、うめえ。ああ、すまなかったね。番兵のいなくなるのは、おう、ちょうど今頃だよ。よし。お、いない。てか、交代いねえのかよ。牢屋の鍵が壁にかけられている。よっしゃ。あ、何？ああ。
牢屋の片隅にみすぼらしい小敷がいる。こちらに気がついているのかいないのか、全く動こうとしていない。王の指輪を見せたら、小敷はカッと目を見開いた。何か言おうとしているらしいのだが、声が出せないようだ。あー、ということはなんか、こいつも呪いか？よし、じゃあ、薬剤師さんのところに行ってみましょうか。お、なんかコメントがあったんだね。モッドか？ Never Game Over。エヴァーゲームオーバーって言ってますけど、ゲームオーバーになるなよってこと？お、ありがとうございます。町の門が全て閉ざされてから、あ、これこいつはいいんだ。あ、この先だったね。魔除けの粉をもう一個欲しいって？ああ、いいよ。これ持っておいき。これをあのばあちゃんに。気前がいいですね。魔除けの粉を小敷にかけてみたら、老婆の顔がみるみる変わっていった。やがて、おお、これ王様か。やがて額に二つのほくろが現れた。なんとこの小敷はタルフ王だったのだ。やったー。あ、あ、なんだ？よくぞ王を見つけてくれた。心から礼を申すぞ。まさか牢屋に囚われていたとは。一体誰がこのようなことを。王は現在昏睡状態にある。意識が戻るまでしばらく時間がかかりそうだ。ところで勇者よ、物は相談なのだが、しばらくこのバネルバにとどまり、王を監禁した犯人を見つけてはくれぬか。先ほどの魔物どもとの戦いで兵士の半数が傷つき、今は一人でも多くの人手が欲しいと思っていたのだ。もちろん無理にとは言わん。さて、いかがする？犯人を見つけ出してくれるか？まあ、はいしかないからね。はい。うん。それでこそ勇者というものだ。では、行かれるがよい。さてと、とりあえずは、一つ目の目標。おっと、先ほどはどうも。犯人の捜査に私も連れて、行ってくださいませ。邪魔にはなりませんから。いやー、こいつ怪しいもんね、すでに。とりあえず町の方に行ってみて、あの先行けるようになったかな。見つけ出したって？よく見つけたな。あ、行けるようになった。ここは食品店のようだが、店の中には一つも品物がない。王様助かったんだって。とりあえず一安心だね。でも品物を仕入れるのに一苦労だ。あー、ここは通れないんだ。あれ？入れない？あれ？あ、こういうことか。覚えてないわ、こんなの。ここはバネルバと他の町の間を旅しながら商売をしている交易商人エヴァンの家だ。王様を見つけ出したっていうじゃないか。いやー、よかった。
これでまた攻撃に精が出せるよ。実はね、この前攻撃に行った町で面白い話を聞いたんだ。前の王様と農民の娘との間に生まれた子供がこの町にいるって言うんだ。一体今どこでどうしてるのかね。いやー、それが妻、ジョアンナなんじゃないのかな。しかしこのシナリオ全然バトルがないね。ああ、なんか怒った。ここは宝石店。床一面に宝石が散らばっている。王様を見つけた？ああそう、それは良かったね。こっちはそれどころじゃないよ。まったく宝石を拾うのに一苦労だわ。宝石拾えないのか。なんかマップが複雑だね。あれ？怒っちゃうか。あれ、どうやって戻んだ？こうか。ちょっと私はこれから南の神殿を見てまいります。どうしても気にかかることがありますので。では失礼。あら、いなくなっちゃった。あなた王様を助けたんですって？すごいじゃない。あ、誰もいなくなった。あ、そっか、戻ったんだね。あんた、あの王様を助け出したんだってね。いやー、大したもんだ。だけどこのアンナ様にはかなわないね。こう見えても私は昔神様の機嫌を直したことがあるんだ。ああ、やっぱりそうだ。天の神々たちの、あの女の子だ。どうだい？驚いて目が点になっただろう。ああ、あの頃が懐かしいね。そっか、こっちは不老不死だからね。よく覚えておりますよ。お願いします。神様。おお、見つけ出したって？よく見つけたな。日本語わかるんですか？このゲームも知ってるんですかね？はい、わかる。でも、喋るまでまだです。あ、そうなんだね。聞くのはできるんですね。すごいなぁ。最近、真夜中になると、この衛兵の部屋のあたりがついたり消えたりするんだ。あいつら、もしかしたらなんか怪しげな儀式でもやってるんじゃないのか？おぉ、やっぱり怪しいねぇ。うん、そうだね。日本語はあれですか？ゲームとかアニメで覚えたんですか？王様をお見つけになったそうですね。さすが勇者様ですわ。
アニメとか日本語の配信です。あ、そうなんだ。じゃあこの配信も少しは勉強になるかな。意識、未だに意識を回復させん。頼れるのはそなたたちだけじゃ。はい、勉強です。あ、よかった。いやはや、王様が見つかったとか、よくやりましたね。あの方が無事でみんな喜んでいますよ。前の王様とはえらい違いですからね。前の王様は大層女好きで、暇さえあれば城を抜け出し、農民の娘にちょっかいを出していたと言います。おお。一説では子供まで産ませたとか、まことか嘘かわかりかねますけど。ああ、やっぱりね。女の人しかいないから、まあ、そうなりますわね。もう、女の人しかいないとか、パラダイスだよ。まあでもね、ちょっと、国の中に自分一人しか男いないっていうのは、それはそれでちょっと怖いかもしれないけど。王様を見つけたそうですね。すごいですわ。え？最近何か変わったことですか？そうですね。あ、そうそう。この前図書室を掃除していたら、本棚の隅っこに見たこともない巻物が一本ありましたわ。図書室か。ん？どこだ？ん？ん？ん？よく見えなかったな。誓約書。あら、いない。お父さんも助け出してくれてありがとう。でも一体誰が何のためにお父様を牢屋に閉じ込めたのかしら。そうだわ。この前ちらっと見ただけだから何とも言えないけれど、ジョアンナの胸元に黒い十字架があったの。あの十字架は黒みさんに使われるものと聞いているけれど、なぜ彼女が。いやー、怪しい儀式をして、王族を呪ってるのはジョアンナってことで、そのジョアンナは、なんというか、前の王様の隠し子なのかな？王は未だ昏睡状態にあらせられます。面会はまかりなりません。お立ち去りください。あ、そっか。この巻物を、あの占い師というか薬剤師というか、あの人に見せたらなんかわかるかもしれないな。
を助け出したそうじゃな。でかした。実を言うと犯人の見当はすでについておるのじゃ。これから女王に会って教えてくるつもりじゃ。いやー、やばい、こいつ。死亡フラグじゃないか。いやー、なんか嫌な予感しますね。あなた王様を助けたんですって。すごいじゃない。あ、これはやったか。ジョアンナ様がこっちに来なかったかですって。いいえ、来てませんよ。ああ、こっちに行くって言ったのは嘘だったってことですね。ますます怪しい。あ、なんかやられてる。商人が胸を刺されて死んでいる。その手には黒い十字架が握られている。黒い十字架を手に入れました。どういうこっちゃ。おっとっとっと。まだ生きてたか。あら、いらっしゃい。今日はまた何のご用？商人のエヴァンスが殺された？そんな、まさか。何か変わったこと？そうね。そういえば、この衛兵らしきものが、エヴァンの家に入っていくのを見たけど。この衛兵ね。おっと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 。あら、何にも言ってくんない。あー、ジョアンナどこに行っちゃったんだろうね。まあそんな広くはないからね。片っ端から行けばどっかにいるんだと思うんですけど。
アマゾンの剣について聞きたいって？いいとも、聞かせてやろう。アマゾンの剣とは、この町を築き上げたという戦いの女神、バネルバが持っていた代物なんだ。伝説によると、遠い昔この辺りには数多くの魔物たちが住み着いていて、人々を襲ったり、畑を荒らしたり、悪行を重ねていたという。それを天井から見ていたバネルバは、アマゾンの剣を片手に地上へ降り立ち、魔物を地底の奥深くまで追いやった。そして剣で周りの岩壁を崩すと、二度と魔物が出てこないように剣に呪文をかけて、奴らを封印したんだ。伝説は本当にあったことだったんだね。あの剣は、取ってはならない。あの剣は取ってはならない代物だったんだ。そういえば王様は見つかったんだけど、このアマゾンの剣ってのはね、まだ見つかってない。そうそうそう、アマゾンです。アマゾンソード？セーリングマジック。セーリングってなんだっけ？翻訳しますわ。封印。あ、シーリングね。そう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 。うん。封印。魔物、地下に封じ込めた魔物を封印するために、そのアマゾンの剣っていうのがあったんだけど、誰かが盗んでしまって、アマゾンの剣がなくなっちゃったんで、魔物がいっぱい溢れてきたんですよね。というのが、まあ、前情報としてありました。で、その王様がいなくなったと同時に、アマゾンの剣がなくな、アマゾンのね、その剣がなくなっていたということなので、はじめは王様が怪しいんじゃないかっていうふうに言われていたんだけど、まあ、王様は魔法をかけられて、呪いをかけられて、牢屋に閉じ込められてた。ちょっと街中で話が進まなくなってきたんで、ちょっとお城の上の方に行ってみようか。もう一回こいつにも話聞いとこうかな。何も話してくんない。もしよかったら、フォローしてくださいね。おう、おう、ありがとう。でも一体誰が王様？まだ王様は目が覚めないか。やばい、話が進まなくなってきたぞ。いろんな情報が揃ってきたんだけどな。このゲームは初めて見たんですか？
コサリアンってゲーム知ってます？かなり昔のゲームですからね。おー、ま、やっぱりかよ。悲しいことが起きた。魔法使いのおばばが何者かに殺されたのだ。ああ、こうなると思ったよ。一体誰がおばばを殺したのだろう。おばばは死ぬ間際に黒い十字架と言っていたそうだが、やはりねー。なんであんないいやつが殺されなきゃ。そういえばさっき近衛兵らしきものがエヴァンの家から出てきたのを見たけど。これはさっき聞いたね。二人も殺されてしまった。おう、勇者よ、いかがした。捜査を続けるのはいいんだけど、ん？それは黒ミサを行う者が持つという黒い十字架ではないか。殺された商人の手に握られていた。一体誰が殺したというのだ。目撃者はおらんのか。魔法使いのおばばも殺されただと。黒い十字架と言って、そなたの持っているその巻物は、なんと近衛兵たちがこの私に謀反を起こすと誓いを立てた誓約書。わからぬ。なぜジョアンナがこの私を殺害しようと。ああ、王の意識はまだ戻らぬのか。もうあれだね、ジョアンナが犯人だってことはもう分かっちゃったね。じゃあ王様の意識が戻らないかどうかちょっと確認に行きましょうか。おっと、その時寝室の中から声が。待て衛兵、今目が覚めた。わしが起きたことを女王に知らせてまいれ。
心配をかけたな、アーネビーナ。タル、体の方はもう大丈夫なのですか？うん、まだ完璧とまではいかないが、どうしてもそなたに話しておきたいことがあってな。ジョアンナについてじゃ。ジョアンナ？あの者が何か？あの者ジョアンナは、そなたの腹違いの妹じゃ。そなたの父上は30年前、農民の娘との間に子供を設けていた。ジョアンナと名付けられたその女の赤ん坊は城に引き取られることはなく、一生農民の子供として育てられることになったのだ。だが彼女は母親が病気で死ぬ間際に、彼女の出生の秘密を明かしてしまったのだ。王族であれば病によく効く薬などすぐに手に入るのに、彼女の王族に対する憎しみがそこで生まれた。そして今回の犯人についてじゃが、その日の夜わしはたまたま図書室で遅くまで読書にふけておった。真夜中を過ぎた頃か誰かが廊下に出たような気配を感じた。扉を開けて廊下を見てみると、なんとそこには黒装束の近衛兵たちが階段を降りていく姿があった。わしは彼女らの後をつけ、子供の成り行きを見守ってみることにした。やがて彼女らは南の神殿にたどり着き、中の一人がアマゾンの剣に手をかけた。ジョアンナだった。わしが止めに行こうとしたその時、すでに彼女は剣を抜き終えていた。おびただしい魔物どもが岩を崩して現れ、四方へ散らばっていった。彼女は町に混乱を起こし、その隙に乗じて、アネリーナ、そなたを殺そうと目論んだのだ。彼女は悪魔と契約を結び、この町の王座に就く代わりに、そなたの命を悪魔に捧げると約束したのじゃ。まさかジョアンナが、犯人。しかも私の腹違いの妹だったとは。近くにいながら気づいてやれなかった自分が口惜しい。しかし、悪魔の手先となった今ではもうどうにも手の下しようがない。せめてもの姉心、苦しまずにメイドへ送ってやりたいが、私には妹を殺すことなどできない。勇者よ、私からの最後の頼みじゃ。そなたの手で妹を安らかな眠りにつかせてやってはくれまいか。では、南の神殿行くがよい。妹はそこにおるはずじゃ。よし、おばばとね。あの、商人さんの敵も打ちましょう。結構ボリュームあるシナリオだったけど、そんなに難しくはなかったですね。敵もいないし。よし、じゃあヒールの用意をして、ジョアンナ、炎に当たると跳ね飛ばされるぞ。よし、倒した。よっしゃ。サンキュー。アマゾンの剣を見つけました。
魔物を退治したそうだね。礼を言うよ。さあ、これから忙しくなってくるよ。まあ、ジョアンナも、ある意味魔物にね、もう取り憑かれていましたからね。まあ、魔物と言ってもよかったのかな。これで安心して商売ができるわ。魔物を倒してきたって？それじゃあ今までのようにまた商売ができるんだね。安心してください。魔物を倒したって？あんた強いな。しかしジョアンナの他にもね、なんかその謀反をするっていう誓約書を書いた連中はどうなるんですかね。しかしジョアンナも哀れなやつよ。王座欲しさに魔物に魔物と手を結び、その身を滅ぼしてしまうなんて。まあね、確かに。これでこの町も平和になりましょう。けれど、ジョアンナ様のことを思うと悲しくなるばかりですわ。確かにね。まあ、もともと彼女が悪かったわけではないけど、でもね、やり方は間違っていましたね。ジョアンナが私のおばさんだったなんて、今でも信じられない。アマゾンの剣を渡しました。妹をメイドに旅立たせてくれたようじゃな。ペンタウアの勇者よ。そなたに褒美の品を使わす。我が王家に代々伝わる剣じゃ。アマゾンの剣に勝るとも劣らない魔力を秘めておる。さあ、受け取るがよい。ノーイラテームの剣をもらいました。やった。そなたには本当に感謝しておる。ペンタウェイ帰っても達者でな。では、さらばじゃ。いやー、なかなかいいシナリオでしたね。勇者よ、国王からの褒美のゴールドを受け取りなさい。王の指は返さなかったんかい。これは、あ、ノイラテム使えるんだ。っていうか、まあ、いいや。魔法は強いんだけど、武器としてはあんま強くないな。はい。じゃあね、今回は、追加シナリオの、レベル5のね、アマゾンの剣をクリアしました。次は、戦国ソーサリアンを始めていきたいと思います。その前にちょっとセーブしときますね。忘れないうちに。あう、セーブね。忘れると大変だからね。はい。次のシナリオは戦国ソーサリアンです。ちょっとだけ見てみましょうか。戦国ソーサリアンで。ではでは、ここまでご視聴していただきましてありがとうございました。またね、来週お会いいたしましょう。さようなら。